タロコ族は台湾の東部に居住する台湾原住民の一部族である。台湾東部、カレン県北部の修林橋、卓京橋を中心に分布する。元来は南の月間人愛郷に居住していたが17世紀に人口増加と肝心入植者の増大による高地不足によりカレン地区に移動した。日本統治時代ではタイヤル族の士族とされていた。その分類は 戦後も引き継がれたが、2004年1月14日に、中華民国内西部より、独自の民族としての認可を受け、台湾における12番目の原住民とされた。ということから、過去の文献では、現在、タロコ族と呼ばれている人たちを、タイヤル族もしくは、セデック族に含んでいることもあり、注意が必要である。タロコという民族名は、古くより、 タロコ渓谷に関されていたので有名であった。現在、約1万8000人から2万3000人が存在し、5番目に人口の多い民族である。伝統的には、農耕、採集、狩猟を中心とした生活を送っている。不景消家族社会であり、世襲の頭目が存落を取りまとめている。日本人の入植が始まるとタロコ族と、 日本人移民との間で紛争が起こるようになった。タロコ族が急日本軍と森林資源などを争った新城事件、小農採取をめぐってぶつかり合った伊佐都事件、タロコ族が武装を放棄して急日本軍に平定されたタロコ戦役がある。新城事件は可憐校駐屯中の日本兵が地元の台湾人有力者、 リアタカシの義前を強姦したことを発端に起こった事件で日本人二十数名が殺害された。伊佐都事件では、カレン校長、ふとしろ各族のブラックが連合して、小農作業所を襲撃し、日本人の市長長の大山重郎、巡査の安倍虎之助、家伝組事務員の山田海さん、鹿児島県人、北川定次郎など30名余りが首刈りなどで殺害された。 ありがとうございます。